来週、私は大阪に旅行に行きます。これは予定表です。8時に飛行機に乗る予定です。9時に大阪に着く予定です。12時に昼ご飯を食べる予定です。5時に清水寺に行く予定です。10時に 寝る予定です。活用。作り方は2つあります。1つ目は、動詞の辞書形、プラス、予定です。2つ目は、名詞、プラスの予定です。 つもりです、と、予定ですの違い。行くつもりですは、行くことを自分が決めました。自分の意思があります。行く予定ですは、このようなスケジュールになった、という時に使います。自分の意思は関係ありません。例えば、他の人と、相談して決めたことなどには、つもり、ではなく、予定を使います。 礼卒業旅行はクラスでハワイに行く予定です。卒業旅行の行き先は学校が決めました。私の意思はありません。そのため、つもりではなく予定を使います。飛行機は3時に着く予定です。飛行機は乗り物です。乗り物に 自分の意志はありません。だから、予定ですを使います。いつか富士山に登るつもりです。いつか富士山に登るという自分の意思があります。だから、つもりですを使います。練習 会議は9時から始まる予定です。5時の飛行機に乗る予定です。 学校は4時に終わる予定です。遠足は来週の日曜日の予定です。 会議は3時までの予定です。お疲れ様でした。